エビチリを作ります。白ネギ、玉ねぎ、にんにく、生姜、豆板醤、ケチャップ、鶏ガラスープの素、砂糖、水、すべて分量通りに入れ、25から30回程度ブンブン引っ張ります。全体が混ざるように途中で容器を上下に揺らします。むきエビ 200g、 酒小さじ1を振りかけます。片栗粉適量をまぶします。フライパンに多めの油を引き、エビの両面に焼き色をつけます。ブンブンしたソースを加え、エビに火が通り、とろみがついたら完成です。